皆さんこんにちは、増田俊雄でございます。いつも増田俊雄チャンネルをご覧いただきまして、ありがとうございます。今日はですね、今日本で、重大なことが起きているわけなんですが、ご存知、三文書改定と、そして、日本の自衛隊が今まで専守防衛から転じて先制攻撃型に変わるということで、もう憲法9条を真っ向からですね、違反するというですね、事態が起きているわけであります。これは私の考えなんですが、憲法のための憲法というのはどうかと思いまして、とはいえですね、憲法を真っ向からですね、違反するというのもまたこれどうかと思うわけであります。今までの日本において、この日本国憲法、今日に至るまでですね、約80年間なんですが、一言一句改正されたことがないんですね。これはもう奇跡的なことでありまして、どこの国でも憲法のある国はですね、必ず憲法の改正が行われているわけなんですよ。時代がどんどん変わりますし、中にはですね、専制主義から民主主義に変わった国もあればですね、逆に民主主義から専制主義に変わった国もあると。いうことですから、これ憲法がですね、180度変わると。つまり憲法というのは、その国の国是、主義、それに基づいてですね、どういう制度を作るか、どういう制度になるか、そしてそれをどう運営していくかというですね、ことですから、その国のですね、主義、あるいは指針というものが変わればですね、当然憲法も改正される。あるいは、新憲法を新たに作ると、新憲法を作るということになるわけですね。日本は戦後いろいろですね、変わってきてるわけであります。経済一つとってみてもですね、外需依存型、これが内需依存型に変わってますし、貿易黒字国という国がですね、今や貿易赤字国になっていますし、経済一つとってみてもですね、大きく変わっているわけです。安全保障の面から見ればですね、日本には憲法9条というのがあって、戦争放棄ということをはっきり謳っているわけですね。憲法9条の文章によればですね、陸海空軍ですね。空軍、陸軍、海軍とこうあるわけですが、この戦力を持たずと書いてるんですね。そして、交戦権、これを認めずということになってるわけです。いかなる理由があろうとですね、どこの国ともドンパチをしてはいけない。ね、軍事行動をとってはいけない。交戦権ですから、どっかの国から軍事攻撃を受けた場合、それに反撃することはこれ交戦ですよ。だからこれは認めないという。なんでこういう、その、丸裸というんでしょうか。全く無防備と、無防備を原則とするですね、こういう憲法9条ができたかということなんですが、話せば長くなりますが、簡単に言うとですね、日本国憲法というのは、日本に主権がない頃、GHQ に主権があって、マッカーサーが、のもとに主権があったと。日本に主権がなくて、アメリカに主権があったと。こういう時代にですね。時代というと、あれは1946年だと思いますね。日本の敗戦が1945年、8月15日ですから、それからですね、約1年ぐらい後ですね、マッカーサー、GHQ、日本の主権を持つ GHQ のもとに作られた憲法。これが今日の日本国憲法。したがってですね、アメリカが日本の憲法を作るからにはですね、日本のためではなくてアメリカのためになる憲法を作るのは、これは当たり前の話ですね。したがってですね、日米安保という名のもとにですね、アメリカ軍が日本に駐留していると。講和条約の前は占領軍なんですよ。講和条約ができてからは駐留軍なんで
ですよ。何が変わったんですかって、何にも変わってないですね。名前だけ変わった。したがって、日本は未だにですね、アメリカ軍の占領下にあると。もう、正確に言えば、日本はアメリカの占領、アメリカ軍の占領下にあるというのが現実なんですよ。で、憲法9条なんで戦争放棄するか。戦争を放棄して、丸裸になるとどうするんですか。駐留軍のアメリカ軍に頼むしかないでしょう。ね。したがって日米安保は、日本の安全の絡めと。こういう風になってるわけであります。これは何を隠そう、日本の生命財産、日本人の生命財産すべてですね、アメリカにお任せということですから、まあ別の言葉を言えばですね、アメリカに隷属しているという表現も取れるわけであります。で、この憲法で、憲法9条でこの戦力を持たず、抗戦権を認めずとこうなっているのはこれでお分かりの通り、日本が GHQ の主権のもとにあったのが1945年から1951年の講和条約までの。この間はもうアメリカの支配下の。軍事的にもアメリカの支配下。そして主権も、アメリカにあるということで、もう日本は完全にですね、無条件降伏したままアメリカに隷属しているというこういう状況なんです。今度は形の上ですが、講和条約によって日本に主権が戻ってきたということになるとですね、この憲法9条によって自主防衛ができないわけですから、自らの頭の上の灰を自らがですね、追い払うことができないわけですから、どうやって追い払うかというと、占領軍、まあ今では駐留軍というふうに名前が変わってますが、駐留軍に守ってもらい、駐留軍に頭の上の灰を追っ払ってもらうしかないというのが現実なんですよ。まあちょっと迷いが長くなりましたが、今度ですね、今重大な問題が起きているというふうに私言いましたが、これは三文書の改定ということなんです。もう皆さん方たびたび新聞テレビでご覧になったから。ご覧になっていらっしゃいますから、いちいち説明する必要はないと思いますが、この三文書っていうのはですね、国家安全保障戦略というのがありまして、NSS っていうんですがね、それと、日本のこの、防衛計画大綱というのがあるんですね。それから中期防衛整備計画という、この三つがですね、三文書っていうわけなんですよ。最初の、この NSS というのはですね、日本のこの防衛の指針ですね。これをはっきりと決めることという。まあ、指針と同時に、この安全保障上の戦略ですね。これをまあ、はっきりと決めるということですね。何でも物事を実行する前にはですね、何のためにね、その実行するんだっていう、その何のためっていうのははっきりしなきゃいけないんで、先に NSS で日本の安全保障の戦略を決めているわけです。それから、防衛計画大綱というのがあるんですが、これは自衛隊ですね。今日本に自衛隊があるわけですが。自衛隊のですね、組織、あり方というものをですね、決めることなんです。これは戦略が決まらないことにはですね、自衛隊の組織も、自衛隊の機能もどうすべきかということも決まらないわけで、一番最初に、まずは、防衛戦略というのがあって、それから自衛隊があって、自衛隊の、まあ、大綱と書いてますが、自衛隊の組織、機能と、言ってもいいと思いますが、それから一番最後に中期防衛計画と中期防衛整備計画っていうのがあるんですが、これは毎年っていうか5年ごとにですね、5年ごとにこの自衛隊というか日本のですね、防衛の規模ね、日本の防衛の規模というものを5年ごとにこの策定し変えるという、これがずっと行われてきたわけなんです。まあ今まで5年ごとにですね、どんどん変わってきたんですが、何にも変わってないんですよ。GDP 比 1% というふうに頭から決められてますから、その範囲内でですね、自衛行為をしてくださいと。ところがですね、毎年 1%、GDP 比 1%、だから5兆円なんですけども、物価が上がると同じように、
自衛隊が、この、の装備、それから兵器、これもですね、値段どんどん上がっていくわけですから。ですから今の自衛隊っていうのはですね、いろいろ装備や兵器、弾薬があるんですけども、もうほとんど部品もなければですね、あれもないこれもないで、あることはあるんですが、使い物にならないと、もうこれちょっと大げさな言い方ですがね、そういうような状況になっているというのが現地なんですね。したがって、まあ、それやこれやありまして、この3文書の改定ということのですね、最大の狙い、最大の指針ですよ。これは防衛指針が180度変わるということなんです。専守防衛から先制攻撃型に変わるということなんです。ですから、今までの専守防衛用の兵器、装備、それにまた加えてですね、今度は先制攻撃型のですね、装備、弾薬から、施設から、それから自衛隊の体制からですね、変えていかなきゃいけないわけですね。これが今回の3文書改定なんです。そして12月の15日に閣議決定されまして、そして自衛隊がこの反撃能力をこれから持つべく、これから装備、あらゆるものをこの備えていくということなんです。で、この反撃能力っていうのは、まあ国民に対するカモフラージュの言葉でありまして、反撃能力ではなくて本当は先制攻撃なんです。敵地を先制攻撃する。どっかの国、敵国が日本に向けてミサイルを撃とうとしているということをですね、キャッチすると、撃たれる前に先に敵地を攻撃する、すなわち先制攻撃をするということなんですよ。これはある意味では、常識に、まあ、日本の自衛隊、日本の防衛戦略というものがですね、普通常識に戻ったということが言えると思います。世界のこの安全保障の哲学は何かというと、攻撃は最大の防御なりと。これはもう真理ですね。誰も認める、そして誰も反対できないものなんで、日本は自分の頭の上の灰を追えないんですから、全くですね、つまり攻撃ができない、先制攻撃ですから、敵に対して攻撃ができないんですから。だから、日本には攻撃は最大の防御なりということが今までなかったんです。だから今度、ここで初めてですね、